はい、じゃあ45歳のモトトラック運転手が語る若者へのメッセージいうことで始めていきますから、おーみんな元気そっか、山ちゃんや久しぶりやな。ということで今日はちょっとね、まああんまり運送会社とは関係ないんやけど、まあ最近ちょっとテレビを見とって思ったことを喋っていこうかなと思います。まあ何を思ったか言うと、まあまあちょいちょいね、あのテレビでやっとるあの池上彰氏が出とる番組、あれをね見とって思ったんやけど、まあ結構あのまあ嘘とまでは言わんけど、まあ結構なんかもうなんかその物事のほんまの上っ面の面だけを取り上げてやっとる、喋っとる。まあ当然テレビ番組なんで多分台本があると思うんで、別にあの池上彰氏が別に意図してなんかそういうねなんか嘘的なものを言うてるという、まあまあそういうもんではないとは思うんやけど、まああの数年前に見た放送を見てちょっとねそれを例に挙げて喋っていこうかなと思います。まあその日はね何を取り上げとったか言うと、コンビニのドミナント戦略。まあドミナント戦略言うたら、まあまあちょっとあんま詳しいことはね私もあんまようわからんわけなんやけど、まあ要するにまあ特にあの新宿周辺、歌舞伎町周辺とかを例に挙げると、道を挟んでこう同じブランドのコンビニが並んどるとかね、まあまあそういうのがあるんやけど、まあそういうのをなんかドミナント戦略っていうんかな。まあそれについてのなんかメリットを喋っとったわけや、その番組はな。まあ何がメリットかというと、まあ当然やっぱりその店舗が近いと、あの物流効率がいいと。まあ数軒がね、もう目と鼻の先に何軒か並んでいると、まあ一台のトラックで一気に降ろせると。まあそうなるとまあ時間的なロスも少ない、まあそんなんを言うとったわけなんやけど、まあただねその言うとったんが、まあまあそういうメリットだけを言うとったわけよね結局ね。まああとそのドミナント戦略のそのメリット言うたら、そのまあ元請けやね、まあまあファミマでもセブンでも何でもええけど、ファミマがあってすぐ近所にファミマがあるということは、ファミマの本部からしたら両方ともファミマやから、まあお客さんがまあその1号店2号店3号店全部ファミマでどの店舗で買い物してくれても本部は儲かる。しかしやその1号店2号店3号店のファミマが別々のオーナーやったらどうなるか言うたら、もう言うたらまあライバルなんよね。ブランド上は一緒の系列で、本部はとりあえずファミマが同じブランドが何件もあれば儲かるわけや。しかしまあそのオーナーが別々の場合は、まあ、ライバル店になるわけで、結局客の食い合いになるわけよね。そのことをね言いよらへんのよね、その番組っていうのは。まあドミナント戦略したらこんなコスト削減がある、物流にとってメリットがある、こんなことばっかり言うてドミナント戦略はいいんだよということを言うとったんやけど、その裏で泣いとる人がおるっていうことを言わへん番組だよね。まあ、だからね、もうああいう番組を見てるとね、変なバイアスがかかって物事を見てしまう可能性がある。まあだからそこで何が言いたいか言うたら、やっぱりもうテレビを見る、まあテレビでも何でもええんやけど、まあ情報を得るときっていうのは、やっぱメディアリテラシーっていうのをやっぱりねちゃんとね考えてみないといけないという、まあそれだけの話ね。まあまあちょっとね今日はね久しぶりなんで、ちょっとこんなものにしていただきたいなとは思うわけなんやけど、まあ別にね池上彰が別に嫌いなわけでもなんでもない、まあただ私はあの人の番組は見ない、まあそれだけのことを言うて今日は終わらせていただきます。ほなまあ皆さんお仕事頑張ってください。よろしくやで。